じゃあそのビルは机に置いておいてください。今小野先生が回収に行きます。じゃあ悪いですけどもまた持ってきてもらうよ、ね、では今日はね先生40年間で初めてね皆さんにね昔の歌を教えてあげたいと思って今日はやってきました。昔の歌、大昔の歌であります。先生がこれ持ってくる？大きい子たちね。その前にリズムを覚えてもらわなくてはいけません。どうやってリズムを取るの？またほらあの二人イチャイチャ言ってお互いに。勉強が終わってくれですね、最初のことは。みんなそれもみんなにいないところでやりな。バイバイじゃない。じゃあ行くよ。いいね。まあ手を出してください。これ机だよ。机じゃない。いいね。テレビだけど先生みんなは机だと思ってやってくださいよ。先生がやったリズム覚えてください。いくよ。いいね。1 2 3 4 5 6 7 8 3。はい。1 2 3 4 5 6 7 8。ここ2回叩くのに。もう一回叩く。3。はい。1 2 3 4 5 6 7 8。これが基本的なあのリズムです。もう一回いくよ。いい？できるか。もう一回いくよ。3。はい。1 2 3 4 5 6 7 8。もう一回いくよ。3。はい。1 2 3 4 5 6 7 8。その時にね手はね離さないように見ててよ。1ここ2いくよ。3。はい。1 2 3 4 5 6。離して7 8。もう一回いくよ。3。はい。見てるよ。3。はい。1 2 3 4 5 6 7 8。1 2 3 4 5 6 7 8。1 2 3 4 5 6 7 8。これを覚えると昔の歌ができるの。手出して。いくよ。最初はまあ普通の歌い方であるから。いいか。1 2 3 4 5 6 7 8。いいね。激腕の3。はい。激腕のみんなから見て反対か。3。はい。激腕のもう一回か。3。はい。激腕のもう一回行くよ。3。はい。おやってないぞ。3。はい。激腕のいいか。やってみてて、これ、指立てるのよ。行くよ。3。はい。みんなパツンパチンやってよ。いいか。3。はい。3。はい。激腕の白煙
の乱れんだね。こっち行くの。くの、雲の上人のってやるわけ。じゃあちょっと先生、昔の歌一回だけ歌ってやるから。月経。ん？月経。これはね、おめでたい歌なの。月宮殿というね、素晴らしい宮殿があって、そこで鶴と亀さんがね、あのおめでたい舞をするという、まあ大昔の歌なのね。みんなじゃあリズムやってよ、さん、いいか。じゃあそれでちょっと今日はね、本格的にやっていくよ。さん、はい。月宮殿の保育園のトンモト君たち二人のために歌ってあげよう。やだやだ。いや、この曲はね、素晴らしい曲なのよ。みんな寝てる。いや、愛し合う人のための歌だもん。寝てる。お願い、やだ、あなた方の将来を祝して、私は心を込めて歌います。将来は本当だよ、本当だってば。この歌、おい、その二人聞いとれ。愛し合う人の歌だもん。いや、好きな人、好きな人同士の歌。だってさ、結婚するかもわかんないじゃん。いや、まあしなくてもしてもどっちもいいけどさ。やだよ、やだよ、したくないよ。おいこはさんがよ、この選ぶにおあげて、この選ぶにおあげて、月もろともに入りしおぬ、のみのあわりのしもわいこげ、とわいくなるわのおきすぎ、おあやすみのおえに月にけり、おあやすみのおえに月にけり、誰見ても久しくもり住吉の庭の姫もつ行くよへぬら、スティービーワンダー。やっぱりやめた。いいよ、やめて。40年間で初めておしまい。今日でおしまい。どうぞ。